して手渡してつながっていくよ、ほら届いて届いて明日へ。改めましてピングスです。ぶっちぎりピングス、シャインポスト伊藤もみじ役の中川理香です。ぶっちぎりハイレインはい、ハイレインの相川やわら役の小織ありさです。はい、ということで前回に引き続き今回もありちゃんと二人でお届けしていきます。よろしくお願いします。この番組はメディアミックスプロジェクト社員ポストに登場する5人組のアイドルユニットティングスのことを皆さんにもっともっと知っていただくため、ティングスを演じるメンバーとゲストさんが交代でパーソナリティを務めています。今回は前回に引き続き苗川やわら役小織ありささんと一緒にお送りします。よろしくお願いします。はい、お願いします。さて社員ポストには公式ツイッターがあります。今回のラジオ用のハッシュタグはティングスカイ、ティングスは全部大文字で後ろに漢字でカイ、改めるをつけてくださいね。ぜひハッシュタグティングスカイを使って番組の感想などたくさんつぶやいてくださると嬉しいです。それではそろそろ開演のお時間です。改めましてティングスです。ぶっちぎりティングス。待ってた待ってたんだ未来が。改めましてティングスです。改めましてティングスの伊藤もみじ役中川理香です。改めましてハイレーンの苗川やわら役小織ありさです。それではここからは皆さんからのメールを読んでいきたいと思います。今日はありちゃんにもお付き合いいただきます。メールテーマリンゴについてもご紹介していきたいと思います。はい、まずはじゃあ私から読みます。はい、お願いします。会社員ネーム皇帝かっこぶっちぎリスナーさんからいただきました。ありがとうございます。あ、これは、うん、アリちゃん宛てに来ていますよ。あ、嬉しい、ありがとう。はい、ラジオの放送日時点では終わってしまっていますが、うん、東京ゲームショー2022でティングス、そしてハイレインの衣装展示があると公式アカウントさんのツイートで知りました。ハイレインの衣装を間近で見られる機会は初めてなので、隅から隅まで写真に収めて細かな部分までじっくり見ようと思っています。そこで小織さんが衣装で気に入っているポイントや、うんうん、5月のイベントで実際に着用してみての着心地、踊り心地などが聞きたいですとのことです。あはい、そうなんですよ、今ね、うんうん、そう展示されてたんですよね、うん、そう、本当にティングスちゃんの衣装はもちろん、うん、ハイレインも可愛いとかっこいいでね、そうですね、それぞれ魅力が満載なんですけれども、うんうん、ハイレインの衣装の印象、うん、としては、実は私はフィッティングに行った時に初めて見たんですけど、うんうん、何にも聞いてなかったけれどもお腹が空いてるなって物質がね、ここがここがそうなんですよ、うん、実はハイレインみんな人によって衣装が違うんですけど、うん、それぞれやわらたんはお腹がパーって空いてるんですよ、ちょっとセクシーな感じの、そうなんです、うん、だからどうしよう、お腹空いてるって思ってこれ私着て大丈夫なのかなって思ったんですけど、でもやっぱそこはさすが、うん、もうね社員ポストの衣装の皆さんがめちゃめちゃかっこよく作ってくださってて、うん、そう一応着れて、うん、あと一応着れますよ絶対に、不安だったり心配だったんですけど一応着てみたら一応着れて、うん、で上のなんで上着、うん、っていうのかな、ちょっとジャケットみたいなやつ、うん、そうジャケットみたいなのを羽織ったら、うん、なんかそうお腹のこう出てるのもすごいスタイリッシュにかっこいい感じにこう見えて、すごい、そうなんですよ、だからそうとってもなんかこうおへそ出てるのも、うん、5人並べてみたらとても柔らかんっぽいなって思ったし、うん、あと着てみてもとってもこう、うん、動きやすくて、うんうん、そうなんです、だからもうさすが社員ポストの衣装さんって思いながらお気に入りの衣装です、うん、確かに、うん、私たちティングスの衣装もハイリンさんの衣装も、うん、
多分これから出てくる全キャストの衣装はおされカンパニーさんっていう、AKB さんとかね、有名なアイドルさんの衣装を作ってくださってる会社さんが作ってくれてるんですけど、うん、本当機能性に優れてて、私ハイレインさんの後ろ姿見て気づいちゃったんですけど、なんかイヤモニかなんかのなんか受信機、うん、送信機なんか入れるホルダーみたいなのが、うん、スカートについてませんでした？あ、ついてる子もいますよね。あ、全員じゃないの？あ、私もついてるかもしれない。後ろのことは見えないですよね。見えなくてお任せして、そう、よく考えたらそうかもしれない。なんか入るところポッケみたいなのがついてて、確かに、うん、それすごいなって思いました、見てて。確かに。そう、なんかティングスちゃんはスカートがふわってしてるから、うんうん、中に入れてもバレないんですけど、うん、ハイリーさんは割とタイトめのラインが出るスカートだから、うん、多分あえて外側にそういうポッケを作って入れられるようにってことなのかなって思って、うんうん、確かに、ね、すごい。さすが、ね、おされカンパニーさんの衣装これからも登場すると思うのでお楽しみにしていてください。はい、はい、そしてもう一通来ています、うん、会社員ネーム陽蔵かっこ食欲の秋さんからいただきました。ティングスの皆さん、そしてコアリさん、はい、ぶっちぎりティングス、あ、そしてゲストのコアリさん、もう一回やった、ぶっちぎりはいりー、できてる、すごい、嬉しい嬉しい、別パターンも書いてくれたんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。小織さんが演じられる苗川やわらは元新体操選手ということで、すごい運動神経の持ち主ですよね、うん、そこで質問なのですが、はい、皆さんは学生の頃体育が得意でしたか？ちなみに私は徒競走をすればいつもビリといった具合で体操苦手でした。あ、体操使ってくれてちょっとやわらちゃん風に嬉しい、読んでみました。初めてモノマネしてもらえた嬉しい。そうなんです。あ、うん、リカリンはどうでした？あ、私は苦手です、うん、なんか嫌いではないんですけど、うん、得意ではなくて、私も走るのがすごい遅くて、なんかどっちかっていうと長距離走、うん、持久力の方で勝負してました。すごい。でも長距離走だったら結構いっぱい走れた、うん、意外といけましたね。ダンスとかやってたから、ちょっと、はい、ですよね、ちょっとした体力で勝負してました。すごい。でもダンスもスポーツですもんね。みたいな。そうですよね。ね、アリちゃんはどうでしたか？あ、私も確かに小学生の頃とかはそんなに短距離走速い方じゃなかったですけど、うん、一緒かもしれないです。私もなんか長距離だったら結構頑張れて、でしかもダンスもやってたので、 うん、あれ、リカリンと似てるかもしれない。似てる、一緒だーい。ごめんなさい、可愛い感じでまとめてしまってね、そう、これから食欲の秋でちょっとお腹気になってくると思うので、うん、確かに。私最近リングフィットっていうスイッチのなんかこうハンドルみたいなの持って、私は持ってます。本当ですか、はい、あれ別にいいですよ ね、 ね、すごい結構効きますよね。効きます。でも、うん、つけるまでがやらないっていう、確かに。全然なんか電源ポチって押すまでがすごい時間かかるんですよね。わかります。やらないと、やらないと、ね、はい、ということで皆さんも適度に運動してください。はい、そしてそして、うん、では続きまして、会社員ネーム、はい、ケイさんからいただきました、うん、かわいいひよこの絵文字もついてるよ。 ありがとうございます。ティングスの皆さん、ぶっちぎり、 ぶっちぎりティングス。先日伊藤もみじちゃん役中川梨花さんの単独イベントに行かせていただいた際に、会場が下北沢だったこともあり、うん、社員ポストの中の楽曲で個人的に一番大好きな、うん、Life Goes On のリリックビデオに出てくるシーンをどうしても撮りたくて、イベント前に聖地巡礼してきました。すごい、うん、聖地巡礼。そう、何度も MV を見返し、画面と見える景色を照らし合わせながら巡らせていただいたのですが、目の前に見える光景が何度も MV で見てきた景色で、思わず感極まりそうになりました。ロケ地巡り、聖地巡礼が個人的に趣味なので、うん、これからも社員ポストの MV、リリックビデオの公開がとても待ち遠しくなりましたし、うん、また公開された日には聖地巡礼しに行きたいと思います、うん、長くなりましたが、まだ暑い日が続きますので、お体にお気をつけてくださいね。これからも末永く応援しています。嬉しい、ケイさん、ありがとうございます。うん、そう、リリックビデオで
地味に下北沢なんですよね、聖地が。知らなかった、気づかなかった。あとは、うん、あでもシャインポストのアニメ自体でも、うん、なんかちょっと小耳に挟んだ情報によると、うん、阿佐ヶ谷に事務所があって、いや逆だったかな、なんか阿佐ヶ谷と下北が描かれてて、であのちょうど先週はるちゃんがあの9話で放送された時に、うん、いなくなっちゃった場所が井の頭公園だったりとか、よくティングスも井の頭公園であの走ってるんですよ、トレーニングで。そっか、あれ井の頭公園、そうなんですよ、言われてみれば確かに。だからなんかいろんなところに聖地が転がってる気がするんですけど聖地って転がってるのかな、うん、なんかいろんな場所を転々としてなんか多分事務所はここで、レッスン場はここで、うん、普段ライブする会場がある場所はここでみたいな、なんか設定が多分なんかあると思うんですけど、すごい、うん、そうなんですよ、リリークビデオでは下北沢が描かれてることが多くて、行ってみたい。ぜひぜひ皆さんも下北行った際には足を運んでみてください、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、会社員ネームサンシンさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。こんばんは。いつもこの時間帯は仕事中のため実況はできておりませんが、イヤホン装着で楽しく聞いております。テーマリンゴとのことで、うん、ここで長野県に住んでいる私からクイズです。ででん、はい、ででん長野県生まれのリンゴの品種、うん、3種をまとめて信州リンゴ3兄弟と呼ばれていますが、はい、その3種とは次のうちどれでしょう。3つ選んでくださいとのことです。はい、いきます。丸1、うん、秋吉、うん、丸2、秋葉江、うん、丸3、シナノスイート、うん、丸4、シナノサレンダー、丸5、シナノレッド、うん、丸6、シナノゴールド、の6個の中から3つ選んでくださいとのことです。うん、迷う、ね、どうしよう、どれにする、どれにします、どれにします。でもこれきっとあれですよ、1番と2番、うん、どっちかが正解っていう感じですよね。あ、確かにこの選択肢的に、ね、丸1、丸2が漢字で、うん、3から6がカタカナ、うん、あーそっか、3から6は全部シナノだ、シナノなんとか、シナノシート、サレンダー、レッドゴールド、迷うな、ね、どれだろう、でも、うん、秋吉ってなんかありそう、うん、ありそうありそう、味がね、あって、うん、なんか甘そうですよね。甘そう。秋吉りんご。でもこの気になるのが4番のシナノサレンダーっていうのが、うん、あら、なんかスイートサレンダーですか。確かにスイートサレンダーっぽい、うん、スイートサレンダーから持ってきてくれたのかな、もしかして、ね、作った選択肢なのかかな、うん、でもこれ正解だったらちょっとエモいですよね。エモい、つながり感じちゃう、ね、うん、どうしますか。え、どうしよう。じゃあ秋吉は、うん、もう共通のあれとしまして一つずつ選んでみます。あ、そうですね、うん、秋吉の他にあと一個ずつは、うん、シナノスイートで、あじゃあレッド、シナノレッドとシナノゴールドでしょ、うん、レッドは、うん、そのままかなって思っちゃったから、うんうん、シナノゴールドにしてみよう。お、なんかジョナゴールドとかありますもんね。ね、なんかありそう、うん、じゃあ1番秋吉と3番シナノスイート、そして6番のシナノゴールドでいきます。うん、はい、じゃあ答えを見ていきたいと思います。答えオープン。うん、あー惜しい、あー惜しい、正解は、うん、これ間違えちゃった、秋映え、まず一つ目秋映えです。秋吉選んじゃいましたね。ねー惜しかった、うん、そしてあと2つは合ってました。やった、私が選んだシナノスイートと、うん、アリちゃん選んだシナノゴールドが正解でした。わーい、ほぼ正解だ、ほぼ正解、正解という方に言っちゃおう。そしてこんな可愛い、あ、可愛い写真もいただいてます。この3つが3兄弟ですね、うん、ねー、シナノゴールド黄色ですごい、ね、黄色、うん、はい。ちなみに2番3番6番は収穫時期の早い順になっていまして、だいたい9月下旬が食べ頃になりますとのことです。いい、今美味しい時期ですね。今ちょうど時期ですね、うんうん、そして見た目の違いとか味の
細かい違いもありますけれども、うん、どれもシャキシャキとした歯ごたえで甘くてジューシーでとっても美味しいですとのことです。食べたい今年もリンゴたくさん食べたいと思います、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、じゃあそしたら、うん、実はもうちょっとリンゴのお便りいただいてるので、リンゴリンゴ、そうクイズもねめっちゃ盛り上がったんで、はい、せっかくなんであと2通ご紹介させてもらいます。はい、お願いします。はい、会社員ネームひまわりむぎむぎさんからいただきました。ありがとうございます。ティングスの皆さんこんばんは。こんばんは。リンゴにまつわる方言を一つお話しします、うん、皆さんはリンゴがボケているという言葉の意味はわかりますか？ほう、これは長野県の方言で、時間の経ったリンゴが茶色くなった様子や、うん、食感の悪くなったリンゴに対して使われる表現です、うん、私は高校進学で神奈川県に行くまでこの表現が方言だということを知らず、うん、笑い物にされた経験があります、うん、でもリンゴの生産量全国第2位の長野県で使われている表現なので、リンゴを極めし者なら、うん、絶対に使わなければならない表現のはずなのです、うん、なのでぜひ皆さんの力でリンゴがボケているを標準語にしてください。あーボケてる、うん、大阪では言わないですか？はい、言わないです。私も初めて聞いた。あ、私北海道だったんですけどよく使ってました。うわ、ボケる前に食べなよって言われたりとか。すごい、かわいい。そう、ボケるかわいい、ねね、みんなで頑張って標準語にしていきましょう。していきましょうありがとうございます、うん、さて、はい、今夜もアニメの放送はお休みで、ティングスが登場する特番をお届けします。ぜひご覧くださいね、うん、さて現在募集中のふつおたのメールテーマは、10月の祝日スポーツの日にちなんで、皆さん得意なスポーツや運動苦手エピソード、そして運動会の思い出などスポーツにまつわるメールを募集しています。もちろんそれ以外のメールでも私たちへの応援メッセージや質問も大歓迎です。メールお待ちしています。以上、ふつおたのコーナーでした。改めまして、ティングスです。ティングスのやってみましょう。イエーイ。はい、やってまいりました、不定期コーナーでございます、うん、このコーナーではティングスが様々なことに挑戦しておりますが、今回私たちが挑戦するのはGYB ゲームでございます。ゲッチュバックゲッチュバック使うのはこれです。あちょっと、うん、ツッコミどころいろいろあるんですけど、確かにこれあれですよね、うん、例の、あ、そう、でもこれ自体は、うん、あの有名な、ね、みんなね、あの、うん、あれじゃないですか、あれですよね、みんな知ってるかなっていう。そうです、これは、はい、あの有名な黒ひげ危機一発でございます ね、はい、違います、これは、違う違うんです、はい、これは見てください、はい、ティングス危機一発でございます。おー、なそうなんだ、ちょっとね、うんうん、トラウマになりそうだなと思ったのが、この黒ひげたちの顔一個一個に、うん、無理やりティングスの顔が貼り付けられてるっていうメンバーの、ね、面白い、そう、かわいい、かわいい、あ、レモミジもここ見えないですけど飛んできたら見えますね、はい、今抜いても大丈夫、あ、今抜けますか、あ、刺しちゃったか、そっか、あの、バーってなっちゃいますちょっと怖いので後でお見せしますけど5人ここに揃っています。かわいい。ルールなんですけど、うん、今からこの樽に順番に剣を刺していき、うん、ティングスを飛ばしてしまうと負けっていうのが、まあ、普通のルールだと思うんですけど、うんうん、今回はティングス飛ばしちゃっても、うん、春をキャッチできた人が勝利となる、まさに GYB ゲッチューバックなゲームとなっております。すごい、春ちゃんを捕まえましょう、うん、ね、ティングスをね、ちなみに春ちゃんはここにいます。本当だ、あ、青い子ですね、うん、捕まえよう、はい、うん、せっかくなので、はい、剣を刺すときにお互いの質問に答えながら刺していきましょうとのことです。はい、質問はね、全然あの書いてあることでもいいですし、好きなことをしていきましょう。はい、え、ちょっと始める前に一個だけすっごい、うん、可愛かった話していいですか？はい、リカリン黒ひげ危機一発するの今日が初めてって本当？本当です。本当ですか？そう、すごい、なかなか、え、人生でこう、もう今日が、もう今日が本当に初めて、え、これみんなどこであの初めてを迎えるんですか？みんなどこで、いやいや、あの、いや、みんな結構いろんなタイミングで、いろんなタイミング、そう、結構やってくるよ、なんやかんやで、本当ですか、やってきたからやってきたの初めて
初めて私の人生にやってきました。めっちゃ見れた。みんな今からリカリンの初の黒ひげを見れるっていう。しかも初なのにティングス聞きつつっていう確かに、ね、そう可愛いね。そうだからさっきこの剣持って、うん、これってこっちで刺すんですかって逆で剣の方手に持ってたこっちで刺していこうね。こっちで、はい、こっちでやっていきましょう。めっちゃ可愛かったですこっそりなんで初めてを楽しみたいと思います。それでは私からでいいのかな、これは。はい、私から刺すね。私から刺す。はい。じゃあ、アリちゃん質問を何かお願いします。緑でやろう。あ、じゃあ、好きな色は何色ですか？好きな色は、うん、白。おー、セーフ、これセーフ、セーフってことですね。セーフ、セーフ。え、なんか全然飛ぶ気配感じないけど、飛ぶんですよね、本当に。どっか飛ぶ。絶対、これは絶対飛ぶ。え、そうですよね。飛ぶ飛ぶ飛ぶ。セーフでした。じゃあ続いて、うん、アリちゃんへの質問。はい。そうだな。じゃあ、うん、好きな、うん、ラーメンの味は何ですか？選べない。選べないけど、中華そばの醤油スープ。で中華そば、中華そば、醤油スープ。やばい、ヒヤヒヤしてこれちょっと入ってこない。じゃあ続いて私いきますね。うん、何かじゃあ質問を。うわあ。じゃあ好きな季節は？はい。好きな季節は、うん、秋。うわあ！なんか今来ると思った。確かにガタンって。ガタンってなったから。うわあ！迫ってる迫ってる。セーフセーフ。じゃあ続いて、アリちゃんの、うん、アリちゃんの好きな、うん、動物は？うわー、これは決まってます。はい、実家で飼ってました犬かっこマルチーズ。うわー、セーフ。待って、これめっちゃ怖いですね。めっちゃ怖いめっちゃ怖い。緊張感が、うん、はい。何を聞こうかな。好きな、一緒のこと聞いても気になるから聞いていいですか？うん、好きな動物は？好きな動物は、ミーアキャット。ミーアキャット、はい。うわー、あれー、すごい。意外と大丈夫？うん、本当に飛ぶのか怪しくなってきたじゃあ続いて、はい。好きな、うん、服装は？好きな服装はワンピース。今日も似合ってます。セーフです。はい、緊張感が走ってきました。確かに。じゃあお休みの日はどんなことするのが好きですか？は、お休みの日は、うん、映画を見るのが。結構いけてる。いけてる。結構ある。まだまだまだある。まだまだある。ほんとだ。まだまだ。じゃあ、うん、初デートに行くなら、うん、どこ？ちょっとリカリンとのデートを想像しますね。あー、どれも可愛いな。よし、水族館。おー、行けたー。水族館行きたいですね。行きたい。緊張してきた。そろそろかな。そろそろかな。じゃあ聞きますね。はい。好きなお菓子は？好きなお菓子は、うん、カヌレ。セーフ。すごい。カヌレセーフでした。セーフだ。怖い怖い。ちょっと前の方も結構空いてますね。あ、そっかそっか、確かに。うん。じゃあ、うんうん、平均睡眠時間は？面白いね。質問が面白い。平均睡眠時間は、寝るの大好きなので8時間。お、たっぷり。あ、やだ、怖い。なんか刺さりが。待って、待って。いきます。あー、画面から誰もいなくなる。画面からみんないなくなっちゃう。待って、
タンが私にアタックしてきました。すごい、これってびっくりしましたね。めちゃめちゃびっくりしました。なんか全員いますか？4人しかいないんですけど。誰誰リオタン、リオタン、リオタン、おかえり、おかえり。あー、びっくりした。なった。え、これはどうなりますか？負けです。負けです。あー、リちゃん負けちゃいました。ということで、はるちゃんを月中バックできたのは誰もいません。悲しい結末でした。悲しい。はい、ということでテレビアニメでははるちゃんの中心に2つのユニットの関係は今後どうなっていくのか気になるところですかね、うん、はい、私たち今日の勝負の結果もアニメの展開に影響があるかもないかもないです。も含めて10話の放送を楽しみにお待ちください、うん、以上キングスのやってみましょうでした。改めましてキングスですも、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。第36回も内川やわら役のありちゃんこと郡ありささんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。ではここから少しお知らせです。ありちゃん、お手伝いお願いできますか？はい、もちろんです。まずは放送情報です。テレビアニメ社員ポストは毎週火曜深夜日本テレビアニ中枠にて、毎週木曜 BS 日テレ ATX にて放送中です。今週もティングスの5人が登場する特番だそうです。ぜひお楽しみに。はい、ティングスをはじめとする社員ポストに登場するアイドル、ホタル、ハイレイン、フライ、ユラシスのボーカル楽曲が現在 Apple Music や Spotify など各配信サイトで配信中です。ぜひ聴いてください。そしてこちらの楽曲は10月29日にカラオケジョイサウンドで歌えるようになりますよ。お楽しみに。さらにテレビアニメ社員ポストの主題歌 CD がただいま好評発売中です。10月26日にはアルバム社員ポストキャラクターソングコレクションも発売となりますので、ぜひこちらもお手に取っていただき、たくさん聴いてほしいです。はい、続いて原作情報です。原作小説であるラクダ先生のライトノベル社員ポスト、ねえ知ってた？私を絶対アイドルにするためのごく普通で当たり前なとびっきりの魔法は現在第3巻までが好評発売中です。こちらは月刊コミックアライブにてコミカライズも好評連載中です。どちらもぜひチェックしてみてくださいね。はい、その他最新情報などは随時社員ポストの公式ツイッターでお知らせしていきますので、ツイッターのフォロー皆さんよろしくお願いします。番組では皆さんからのお便りを募集中です。ティングスの名セリフ劇場では皆さんの考えたセリフを募集中です。現在募集中のテーマは頂上からの一言です。皆さんからの名セリフお待ちしています。ティングス作文 TING そうだそうだTINGS 作文絵は、ティングスの頭文字を使ったあいうえお作文をお待ちしています。お願いします。はい、普通お便りはメールテーマのスポーツに関するメールをお待ちしています、うん、私たちへの質問や応援メッセージ何でもお寄せくださいね。はい、番組のお便りが採用された方にはキングスステッカーをプレゼントしていますので、ご希望の方は必ず住所とお名前の記載をお願いします。すべてのお便りの宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8002 文化放送改めましてティングスですまで。メールの場合は tings@joqr.net まで送ってくださいね。 tings は全部小文字でお願いします。はい、はい、アリちゃん、うん、2回にわたってゲスト出演ありがとうございました。ありがとうございました。最後に社員ポストを応援してくださっている画面の前の皆さんにメッセージをお願いします。はい、皆さん今日は番組見てくださってありがとうございました。いや、やわらたんの、うん、こう声優の人として今日はねお邪魔できてとっても嬉しかったですし、もう今私もね視聴者の一人としてもうアニメを拝見してボロボロと涙を流しております。もうこの9話までも最高の展開だなと思って、でもそこからまだね社員ポストはまだまだこの先のアニメもゲームの展開も小説もいろんな楽しみが待ってるので、ぜひこれからも一緒に社員ポスト楽しんでいただけると嬉しいです。そして1個だけいいですか？はい、
今日だから言いたいなって思ってたんですけど、うん、私とってもこうやわらたんってその元新体操選手だったので、うん、ダンスのパフォーマンスを得意としてるので、うん、とってももみじちゃんと、うん、こう親近感というかこう仲良くなっていけたらいいなみたいな風に私は結構リカリンとモミジタンをこうずっと注目して見ていたので、うん、そう今日ご一緒できて本当に嬉しかったですっていうのと、ぜひやわらたんとも、うん、ありちゃんとも今後とも仲良くしてください。ぜひぜひ。いとおかしい。いとおかしい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして次回のラジオは10月4日火曜日配信です、うん、ぜひ聞いてください。それでは改めましてティングスですの公演はここまでです。お相手は伊藤もみじ役中川梨花と苗川やわら役郡ありさでした。ぶっちぎりティングス、バイバーイ。ここからはアーカイブをご覧いただいている皆さんだけにお届けするおまけコーナーです。本編よりより一層ゆるーとお届けしていきます。はい。ということで、うん、2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。楽しかったですね、うん、ありちゃんに前回のおまけコーナーでラーメンのお話聞いたんですけど、うん、はい、その続きで、うん、ラーメン屋さんは全然一人で入れますか？あ、私はもうガンガン一人で入ってます。あ、寂しくないですか？うん、全然寂しくない。そう、結構ね楽しんでます。一人も。本当ですか？え、もしかしてリカリンは寂しいんですよね。かわいい。あ、そっか、うん、もう結構外食で外で食べるときは、うん、もうどんなお店でも結構一人であんま行かないですか？割と、うん、まあ誰かと一緒に行くことが多いんですけど、うん、でもどうしてもやっぱり一人で食べなきゃいけないときあるじゃないですか、うん、でそれでかつラーメンが食べたいときは、うん、ルミネ、新宿ルミネに入ってる一風堂だったら一人で行きます。そこがもうピンポイントに、はい、そう、なんか、うん、結構カウンターって緊張しちゃうんですよ。あ、近いから店員さんと、うんうんうん、だからちょっとカウンターじゃない席で一人席を用意してくれてるお店だと入りやすいかなって、そうなんだ、うん、あ、でも知らなかったです。それ行きやすそうですね。そうなんですよ。意外とお一人様も多いから行けるんですけど、なんか絶対入れないなって思っちゃうのが家系のラーメン屋さんで、うん、もうはい、いらっしゃいみたいな感じでもうみんなカウンターでもうってなってるところはなんか緊張しちゃって入れないんですよ。あ、そっか。入ってみたい気持ちもあるんですけど、うんうんうん、え、それとかにも全然一人で行けますか？あ、全然行っちゃいます。こんなカウンターにアリちゃんみたいな可愛い人いたらもう、いやいやいや、ごどみしちゃいます。いや、もうみんなと一緒にこう景色に同化してつつつつもしかしたら同化しすぎてて、うん、なんかアリちゃん見かけても気づかないかもしれない、うん、そうそうそう、絶対皆さんの隣ですすってます。すごいレアだな、その瞬間。そう、ね、え、じゃあラーメンに限らず全然、うん、お一人焼肉とかも行けますか？行けます。あ、一人焼肉はなんかこう外からお店をふって見た時に、うん、カウンターでこの一人の台があるとことかは、うん、 うんうん、あ、よっしゃって思ってスッて入れる。確かに焼肉屋さんってなんかボックス席のイメージあるから、うん、そうなってくると入りにくいのもありますよね。そう、あ、でもよく考えたらなんか全然入ってました。入ってました。なんか、うん、そういえば最近一人で大きい4人掛けの机で焼肉焼いて一人で食べたなって、うん、すごい。男前ありさん。そう、なんか結構ご飯系はそう、うん、衣食住の中で食が一番好きなので、うんうん、楽しんでます。じゃあ私寂しい時ありちゃん今度来てください。いつでも行きます。 ありがとう。ありがとうございます。以上おまけコーナーでした。ぶっちぎりー